J ちゃんプラスでは今日からさまざまな分野で今年1年を振り返っていきます。今日は事件事故、担当は立和田アナウンサーです。はい、こんばんは。お伝えします。今年も県内で起きた事件事故、決して少なくはありませんでした。こちらですね、フリップに主な事件事故をまとめています。こうしてみますと、1年間を通して多くの事件事故があったということがわかります。中でもですね、3月、こちらですね、実弾64発を所持した疑いで70代の男が逮捕される事件や、そして5月ですね、JR 九州の、関連会社の元役員が詐欺で逮捕される事案なども発生しました。ここからはいくつか映像とともに振り返ります。今年4月に起こり、いまだ解決に至っていないのが鹿屋市長小原町での殺人死体遺棄事件です。この事件では今年4月、鹿屋市長小原町の山中で福山京子さんが遺体で見つかり、警察が殺人死体遺棄事件として捜査本部を立ち上げました。しかし、ここまでに大きな進展はなく、遺体の発見から今日で8ヶ月ですが、容疑者の特定などには至っていません。他にも未解決事件がありました。日も徐々に短くなってきた9月の夕方でした。鹿児島市の無人販売所で毛布にくるまれた乳児が置き去りになっているのが見つかりました。生後間もないとみられる男の子は命に別状はありませんでしたが、親が誰なのか分かっていません。県警が保護責任者遺棄の疑いでなおも捜査を続けています。そして悲惨な火災もありました。10月、鹿児島市の谷山中央4丁目で4人家族のうち3人が亡くなる火事がありました。住宅は全焼していて、発生当時の現場は騒然となりました。周囲の住民によると、亡くなった中崎さん一家は町内会の行事にもよく参加していたということです。ここまで今年起こった大きな事件事故を振り返りましたが、2022年、重要な局面を迎えた人たちがいました。1979年に起こった大崎事件で無実を訴え続ける原口アヤ子さんです。今年6月、鹿児島地方裁判所は原口さんらの裁判のやり直しを求める請求に対する決定を出しました。同じ司法に生きているものとして恥ずかしくないのかと、本当にもう失望しかないです。今年6月22日、大崎事件弁護団の裁判のやり直しを求める請求は鹿児島地裁に棄却されました。今月1日、原口さんの弁護団の鴨志田事務局長に、今年がどんな年だったのかを改めて聞きました。年が明けた時には、鹿児島地裁が再審開始をするだろうというふうに信じて、決定を待つという形で始まったんですけれども。原口さんが95歳を迎えた2022年は、事件の発生から43年が経っていました。1979年、大崎町で原口アヤ子さんの義理の弟が自転車ごと深さ1メートルほどの溝に転落し、3日後に牛小屋の堆肥の中から遺体で見つかりました。義理の姉の原口さんは殺人容疑などで逮捕され、原口さんは親族と共謀して男性の首を絞めて窒息死させたなどとする確定判決を受けました。しかし、原口さんは捜査段階から一貫して無実を訴えていて、1995年に1回目の裁判のやり直しを求める請求をします。3回目となる再審請求では、地裁福岡高裁に認められながらも、2019年、最高裁が再審開始を認めない決定を出しました。彩子さん92歳ですけど、お元気です。なので、こんなことで諦めたくないと思います。これからも一緒に諦めずに戦いを続けていきたいと思います。
その弁護団は翌2020年の3月、死亡した男性は事故死であるとする救命救急医の鑑定を新たな証拠として4回目となる再審請求を鹿児島地裁に申し立てました。しかし、不当決定。鹿児島地裁は今年6月、弁護団が訴えていた殺害ではなく事故死と判断するには証明力が弱いなどと結論付け、弁護団の4回目の再審請求を退けました。あれから半年、弁護団は地裁の決定に不服を申し立て即時抗告し、大崎事件の再審開始をめぐる審理は福岡高裁宮崎支部に移っています。高裁に逆転開始の、ね、決定を書いてもらうというふうにしなければならない。もうすぐ本当に気持ちを切り替えて、まあ、後半は高裁での戦いというところに、全力を注ぎ込んで今に至っているというそういう感じですね。今月1日の進行協議で検察側が来年1月末までに書面などを提出して審理を終え、その後裁判所が決定を書くというスケジュールが確認されていて、弁護団は今年度中の決定を求めています。当事者である原口さんは来年で96歳、残された時間は多いとは言えず一刻も早い決着が求められています。支援者の方とかが病院からの情報ということで伝えてくださる内容によれば大変お元気で、再審無罪までやるからねっていうと本当にうなずきながら、目線もずっとこう私の方をこう追って、事件のこともきちんと分かってるんだなっていう思いをますます強くしました。本当にお元気でいてほしいなって思いますね。鴨志田事務局長の思い描く2023年は、再審公判で無罪判決が確定して初めて無実の人が無罪になれる。だからそこまでを2023年に実現したい。2023年は大崎事件を終わらせる年にしたいと思いますね。はい、ここまで1年を振り返りました。来年はより一層事件事故の少ない年になるよう願います。